こんにちは。陽明寺太極拳の指導をしている笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この間生のひじきをいただいたんですね。それで、料理をして動画を作りました。この後その動画を流しますね。ぜひご覧ください。このチャンネルが良かったなぁと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ちょっとこのひじきの生のひじきっていうんですか、海で取ってきたもう旬のひじき、これをいただいたんですよね。なので、まあちょっと2種類の料理を作りたいと思います。一つは、さっと茹でて食べる方法です。もうね、なんだろう、これちょっと食べてみたんだけど、ものすごくなんか海の味がするんだな。ちょっと一回ゆすぎます。映らないね、こっちまで。ちょっとさっとゆすいでみます。油揚げを、これはちょっとお湯で油抜き、湯抜きですね。それをしたものです。あと人参、この人参を千切りにするのに、細かく切るのにね、斜めに切っていくといいですよ。まず最初に全部斜めに薄く切っておくの。安定が悪い？でも大丈夫。ちょっとこう斜めに大きくなるでしょ。そしてそれから、そうするとね、すごく薄く切れるんだな。それで切っていくと、ちょうどいいね。このひじきと同じような大きさになるんですよね。料理の基本は、なんか素材が同じような大きさっていうのがね、あるみたいなんですよね。なのでこうやって、これは長ひじきで、ちょっと長いでしょ。だからこの人参とかも少し長めになる方、仕上がる方がいいよね。それで長くしました。おお、お湯なんか水分入っちゃう。この茹でた、お湯が沸いてきたでしょ。ここに、このね、長いよね。このひじき見て、すごい結構長いの。長いんですよね。飛んだ。これ。ちょっとハサミで切ってみる。長い。長ひじきだ。でもね、すごい美味しいよ、これ。びっくりした。いや、こんな、取れたての生のひじきいただくなんて、感激ですよね。
感動感動ありがとうございます。これサラダで食べる分はちょっと茹でてみますね。茹でてこんな感じ。いっぱい食べられそうじゃない？なんかさっとで良さそう。でもう一つはちょっと深い鍋でひじきを煮ます。油揚げと人参と人参、あ、もういいね、これもいい。さあ湯がいて、もうちょっと足しちゃう、もうちょっと。こんなに人参がたくさん油揚げと入っていいのかって思うかもしれないけど、このひじきに具が負けないようにしたい。あと冷凍してあったいただいた椎茸、これも入れちゃいます。もう全部入れちゃう、大丈夫。すごい美味しそうです。はっきり言って料理に日本酒たくさん入れると美味しい。もうこれこれドバドバ入れちゃう。だしの代わりにもいい。プロも絶賛する小豆島のだしの素。もうこれなんか天然だし取るのもいいけど、これ楽ちんでものすごく美味しい。全部入れちゃう。ひじきはね結構味付けちゃんと入れないとね。砂糖これ大量だから多分3杯、醤油、大量だから大さじ1、2、3、4、5杯入ってるな。こういう雑な料理じゃダメかな。みりん、みりんもちょっと入れる。混ぜてみます。多分ひじきと人参と椎茸と油揚げのバランスがよく煮上がると思う。適当だけど、これいっぱい作って小分けにして冷凍するとずっと美味しく食べられます。落とし蓋、ちょっとやや圧力がかかる不思議な鍋です。この茹でたひじきにこれサラダにします。ちょっと色味にきゅうり、きゅうりもほらちょっと斜めに切ってから千切りにすると、このなんかあのひじきに合う感じでしょ。こんな生のひじきって今取れるんですね、旬なんだって。なんかすごく磯の香りがして
フレッシュで美味しいですね。本当は煮ないでこうやってもうなんか一番簡単じゃない、生で食べちゃうのが。あ、生じゃない、茹でて食べちゃってっていうのがいいと思うけど。何日か食べたいんだったらきゅうりなくてもいいかもしれないけど、きゅうりと一緒にちょっとあえて、白いごまが合うと思うね。 色味にこれ黒ごまじゃ見えないじゃないですかね。黒ごまじゃ見えないからちょっと白い煎りごま振ります。こんな感じ。音を出してこれなんか一番安心、なんだろう、飽きない味、この味ポン。これをこんな感じにかけて終わり。ミニトマトでも添えようかな。ミニトマトちょっと切って食べやすく。ミニトマトね、ちょっと買っとくと彩りにもいいですよね。こんな感じ。はい、ひじきのサラダ出来上がり。こちら煮えてきたよ。開けてみようか。ちょっと落としぶた。どう？わかる？いやー、いい香り。換気扇回すと音うるさいんだけど回します。ほらちょうどいいでしょ。人参多くなかった。椎茸も絶対おいしい。なんかあの1日干してそれで冷凍しといたんですよね。そうすると香りがいいし、なんかすごく生より香りが良くなるね。1日干すだけで。もうキノコはこうやって冷凍するに限ります。刻んで切ってからほぐしたり。今煮ているんですね。この汁気がもうちょっとなくなるまで煮ます。もうだいぶいいけど、もうちょっと、もうちょっとだね。この炒め物してるんだけど、これを親子丼じゃない、間違えた、中華丼ね。中華丼みたいにご飯にかけて食べるとか言ったら、これこんな片栗粉、水溶き、これをちょっとこう入れちゃってさ、でこうちょっと火を通しておくと、この出たさ、美味しい汁ごと絡まってとろとろの炒め物になるからね。これ埋めて、で、少し味をなじませて、熱々じゃない方がいいかもしれないんだね。ちょっと置いておくと、味が染みて美味しい。もうでも、すごくいい感じ。まあ、味見して、もうちょっと入れたいなーとか思ったら入れるといいかも。ではまた。今日はいただいたひじきの料理でした。では。